僕はもう聞きたいことが山ほどあるんですけど、まず最初になんであれフライデー直撃された時に嘘をついたのかってと話したい。やっぱりね、これしばらく俺考えてたんですよ。俺もなんか巻き込まれたんだけど、巻き込まれたじゃない、俺が騒動を大きくしたのか。騒動を大きくしたのはあなたですから。でもそもそもフライデーの時にあれ嘘ついてなかったら話全然変わってるんですよ。そうそう、これ記者会見でも言ったけど、はい、これほんまの事実はね。いいんですか、片言になってますけど。それもしゃあないし、ほんまの事実は、はい、だから処刑されました。はい、ほんで向こうの記者が全員100万円もらってるって本当ですかって聞いてるんです。おう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 、質問はこれ間違いなくその質問をされたの。はいはいはい、ちょっと待ってくれと、うんうんうん、ね、俺はともかく、はい、見てくれと、うん、熊田正史、うん、ガリット中福島、うん、100万円くれる企業出し企業ありますかと、うん、そんなもん全員100万円なんてありえないです、もらってないんですって言ったんです。あ、そう、じゃあその時に僕はもらいましたけどねって言えばよかったのな。いや、それは聞かれへん。なんで言わなかったのかな。